皆さん、こんにちは。稲枠 TV の川島です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はいつものオフィス関連の解説動画ではなく、皆様からのお問い合わせであったご質問にお答えする形の解説としたいと思います。先日、こんなお問い合わせがありました。ちょっと読んでみますね。TV 私の動画を見てて勉強ををしています。動画をダウンロードしパソコンに保存しようと思っていますが可能でしょうか ?INACTV の動画すべてを保存するにはどのような手続きをすればよろしいのですか教えてもらえますかお返事待っています」というものです。 私としてはとても嬉しい限りのメッセージではあるんですね。毎日動画を見て勉強しているということなので、本当にこのメッセージを読んだ時には嬉しかったです。ですが、YouTube ではこのようなことを禁止としています。ヘルプセンターより読み上げてみたいと思います。アップロードした動画をダウンロードするというカテゴリーに、YouTube では他のユーザーの動画をダウンロードすることはできません。 ただし YouTube プレミアムメンバーシップに登録している場合は YouTube アプリを使用してオフラインで動画を視聴できますとあります一部の間違った認識をしているブログサイトも結構あるんですが例えば他人の作ったものを自分が見るだけで良ければ問題ないという方も多いんですねですが YouTube ではそれを禁じていますなぜなら そうですね。平たく例えますと、美術館があったとします。美術館に絵画があって、その絵画を見るのには、写真を撮ってはいけないという美術館があったりするじゃないですか。その時にカメラを持って行って技術的に撮影ができちゃったりしますよね。 ですが、ここはモラルの問題になるじゃないですか。そういうことだと思います。実際には、このような YouTube の動画をダウンロードして使いたいという要望って結構あるんですよね。昔からあるんですよ。ですので、技術的にそういうアプリが無料で出ると、また消されて、そしてまた出てというようないたちごっこが実は起きているということが挙げられます。なので、技術的には方法としてはあるんです。 ですがモラル的にはいいいけなででですよ、ね、ということです。よねととうこはその代わりに YouTube はどのようなものを用意しているかと言いますと YouTube でオフラインで保存をする YouTube プレミアムというのがあるんですね。これは有料の会員にならないと使うことはできないんです。ですがオフラインだけではなくいろいろな便利な機能もあるのでちょっとご紹介してみたいと思います。このの有料会員になるとまずメリットの1つ 広告がなくなります。稲枠 TV もそうなんですが、収益化をしている動画というのは、例えば一番最初に動画が始まる再生ボタンを押した時に、まず CM が出る時ってあるじゃないですか。あとは話をしている途中で動画がとっと切れて、そして CM が入り込む、なんていうこともあると思います。また画面の下にふっと出てくる広告もあるじゃないですか。 あのような広告が一切なくなります。そしてメリット2、YouTube には Music Premium というサービスもあるんですね。この Music Premium も追加料金をなく利用することができるようになります。YouTube Music というのは何百本もの楽曲や動画を広告なしで視聴することが可能です。そして、 音声のみという、えー、モードにすると動画を読み込まずに音楽だけ、音声だけで楽しむこともできるようになり曲名がわからなくても歌詞や曲の特徴で検索ができたりする機能があるみたいです。私も使ったことはないんですがちょっと便利そうですよね。またメリット3こちらになると多分 お問い合わせの方もそうなのだと思うんですが動画というのは結構インターネット回線使いますよねずっと使っても同じという Wi-Fi タイプでなければやっぱり気を使う方って多いと思うんですまた私も学校なんかで、えー、使っているとそうなんですがネットの回線があまり良くなくて途中で切れてしまったりあるいは再生中にこうぐる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 こう回るのが出てきて 止まってしまうなんてこともよくあるんですよね。こんな時にもオフラインで保存をしたものを再生できるということはメリットが高いと思うんですね。オフラインで使う時のダウンロード方法なども教室のブログに貼っておきますのでよかったらご覧いただければと思います。またその他にバックグラウンド再生や YouTube オリジナルなどのサービスを使うことができるようになります。 特典を利用するヘルプセンターなどもリンクを貼っておきますので、そちらで確認をして、やってみようかなと思ったら、1ヶ月、まあ、30日ですね。無料体験をする期間が設けられます。有料のメンバーシップに登録をする、このサイトに行って、使ってみるを押していただくと、終了後は1180円かかります。学生なんかはもうちょっと安くなります。 これの注意点になるんですが、例えば今日7月1日じゃないですか。今日その登録をしたとして、1ヶ月30日無料で使えますよね。例えば15日になった時に、やっぱりそのサービスはやめたいとして、解約をした時に、残り30日まで15日があるじゃないですか。その間も使うことができるようになります。ただし、その30日を 過ぎてしまうと、オフラインというのは勘違いしてしまうことがよくあるんですが、よく写真やビデオを撮った時に、この写真というアプリに、そのビデオのデータとかがオフラインで入ってきますよね。そこに入るわけではなくて、アプリの中に入ってくるものなので、その契約が過ぎてしまう、解約をしてしまった場合の契約が過ぎた後というのは、 今まで見ていたオフラインのものも見られなくなってしまうということがありますのでそこは注意点だと思います。えー、有料ではやっぱり嫌だなという方も多いかもしれませんよね。そのの場合にリストとといいいうのをお勧めしたいと思いますリストはもちろん他人の動画も含めてリストにして分けるということができるいい機能なんですね。 ただし、Google のアカウントを持っていて、YouTube のチャンネルを登録をしている、自分が持っているということが限定になります。その状態であれば、例えばリスト化にしたい動画をまず出しますよね。画面の右下の方に、高評価とか低評価のボタンがあるじゃないですか。そのすぐ右側の方に、プラスのマークで保存と書いてあるものがあるんですね。 そこを押していただくと、このように保存先をどうしますかと聞いてきます。まだ一つも保存先を作っていない場合は、新しいプレイリストを作成。このボタンを押していただいて、プレイリストの名前を付けます。今回のお問い合わせの方の場合は、例えば私のチャンネルであれば、稲枠 TV というプレイリストを作ったとします。 そしてそこにチェックを入れるということになります。そして自分のチャンネルをまず出します。自分のチャンネルを出す場合は画面の右上のアイコンが自分のものになっているかを確認してなっていない場合はログインを必ずしておきます。その状態でチャンネルを表示させます。チャンネルを表示すると画面の左の方にこのメニューが出てきます。 このメニューがもし折りたたまれて出てこなかった場合は、この、ま、4本線かな左側に線がついているところ、ここを押していただくと、左側からメニューが出てきます。この中にライブラリーというのがあって、そこに作ったリストが出てくるんですね。そのリストをクリックしてもらうと、このように、たくさんのリストの中に入っている動画を、 まとめて抽出して見ることができるようになります。リスト名を作ってみたりして、自分で管理のしやすいようにしていただくのがいいかなと思います。それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。お問い合わせをいただいて、このように皆さんと共有するということもありかなと思いますので、動画にして解説をしてみました。 それではまた次回お会いしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。